さあ続きをやっていこうと思います。ひゃほーい。何がひゃほーいだ。いやすいません、ぶっ飛ばしちゃってますけど、研ぎ出しのシーンをねちょっといろいろあってね、ゴタゴタしてなくしたり消したりもうくしゃくしゃということでね、まあ研ぎ出しのシーンっていうのはね、また何かしらで検索してもらえれば。ナベさんねいつもちゃんとアップしてるんで、ね、今回ねちょっとねなんかね、まあ、編集でいろいろねミスってしまってね、編集撮影ですいません、ぶっ飛ばします。で今回ね何やるのかっていうと、ヘッドライトをねつけようかなって、以前ちょっとねハイエースでね紹介した LED 間違えたじゃないですか、 GTR のやつはあれ箱に入ってて、で作ってる時に違和感、こんな形してたっけとか思いながらやってたんだけど、そしたらね案の定間違ってて、ね、まあということでね今回ねヘッドライトをねちょっとつけようかなと思って、でねもう動画がめちゃくちゃ長くなってしまうので、もうあえてつけておきました。先にこのパーツだけこんな感じで、まあ、こんな感じってまあこんな感じなんですけど、一応接着剤でつけた後にデコプリで補強してあります。どうもね接着が悪い。ほんでね目を変えてあるんですよ。本来だと2段式のやつになってるんですけどね、1段式のやつに変えてありますということで。でこちらねナベさんがメルカリで今出してるね LED ですね。あちなみに宣伝してしまうと、これでね1セットで売ってますのでとても便利だと思います。で電池はね別売なんでね、つけると、まあ、4.5 つきますよという感じですね。でまあここからこうねピッと取れるのでとても便利で、間違えてこう逆につけても中にトラップが入ってるのでショートしたりとかしないんでね、とても便利ですよ。でまあねこれついた状態でやるのもねめんどくさいんでね、こうやって外して作業できるっていうのはまあ魅力かなと。でどっかこう中通すのもねこれだったらいいしという感じが宣伝でございます。さあではね早速つけていこうと思いますけれど、ナベさんね結構こういうの苦手というかうまくはないのでもたもたしてしまうとは思うんですけれど、もうすでに今もたもたしてるんですよね。どこに硬化促進剤を置いたのかが忘れてしまったんどかね。あった。本当は塗ってから垂らすみたいですね。ねえ、ナベさん何やってんだって感じだよね。全然なんか使い方間違ってるよね。フリスク。この入れ物が一番いい。ちゃんと出るかな？出ないかもしれないので。あまりよろしくないけど。あ、そうそう、よろしくないじゃない。これあるんだよ、ちゃんと今。さっき黄色いの見えたよね。相変わらずグダグダな動画だな。これでね、刺してから使えばね。うちゅっ。なんかパリパリ飛んだ。かけたな。あー、糸引いてる。あ、いや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 、あ、いやいやいや、出てきた。違う。今握ってないじゃん、そんなに。ちょっとね、あったかいからかな。季節がねもうなんかすごい暖かくなってきたよね。どんどんもうそろそろ桜が咲くんじゃない。まあちょっとこの動画がアップされる頃にはどうなってるかわかんないですけど、桜去年見に行かずに終わったからな。まあ去年、まあいや去年の話はいいや。で傷がついてしまってもよろしくないので、せっかくね研ぎ出ししたのにね、地面に置くのはこれじゃない。最近使ってるやつあった。オーダー禁止。これをだからナベさんの考え的にはこれ塗っとくでしょ。でつけるでしょ。でここに当てればすぐ乾くんじゃないのっていう考え。ふふってくっついてない。やべこれめっちゃ難しいじゃん。くっついた？くっついてないよ。じゃあさメモ帳じゃ若干弱い気がするけども、今メモ帳しか手元にないから、うん、これでいこう。ちょっと待ってね。プランの上にね出してやればね、であと爪楊枝でちょんちょんってやってあげればねいい気がする。なのでさっきもう一回同じことやろう。これを塗っておいて、瞬着を出しておいて、糸引いてるつけて、これでいいんじゃない？ああ、予想以上に難しい。何これ、めっちゃ難しいじゃん。よっ、こうやってやればいいね。瞬着である程度くっつけておいてから、あとデコプリで補強しておいた方が、やっぱり瞬着はねあれに弱いんでね、衝撃に弱いんで、これこのままつけてもいいんじゃないのかな。ああ、手入るでいいか。このままちょんちょんって、これでいいんじゃない。くっついたと思う。くっついた。 OK、 作動チェック。あ、違ったね。ほら、刺してもショートしないんだよね。よいしょ、ついたよ。いいね。でもうね、すでに、あ、いたっけ、ヘッドライトもう穴開けておいたんでね、スパチュラで穴開けた。ドリルとかで穴開けるほどでもないかなと思って、この線が細くてねなかなか難しいんですけれど、逆に細いからね隠しやすいっていうのがあるからね、いいんだよね。ということで、もうこれ使わない。ここにクイッと、スパチュラだと先端がとんがってきてるから、ちょうどいいところでね開けやすいなと思って、ちょうどいいところ、ちょうどいい大きさに開けやすいなと思ってね。あんまりねドリルで開けちゃうと、もうそのドリル、まあ加減がなくねそれで終わるっていうのはまあいいんだけど、まあやっぱり大きさもうちょっと開けたいかな、もうちょっと開けたいかなみたいなのがねしやすいんでね。すげえ下手くそ、ブキッチョってやつだね。ブキッチョって古い言葉だよね多分。ブキッチョって言わないよね今。不器用っていうね、ブキッチョ。よし、OK、入った。入ってない。映ってるカメラすごい、すごい遠いよね。すいませんね。これを塗っておいてから、つけるんだよね。ちょっとつけすぎたかな。ちょっと気になるなこっちは。めっちゃ緊張する。難しい、やっぱりこういうのは。OK で、今ね出してるので、こうね4等のやつと2等のやつがあるんでね、まあ4等の方だとねフォグランプの方もつけれるんでね、同じような感じでやりますかね。やっぱこの硬化促進剤っていいね、全然作業性が違う。早い、ちゃちゃちゃっと進む。小さくてやりづらい、やりづらいけど小さくないとね電球感がすごい出ちゃったりとかするんでね。いいかな。でこんだけ細い線だとね引き回しが楽なんでね。無言になっちゃう、細かいことやってると。プロモとちょっと違うからさ、なんだろう、真剣になりすぎるというか。すいませんね、これ今映ってねえような気がするカメラ。あ、ギリ映ってたけどちっちゃいね、すいませんね。あ、やばいやばいやばい、ハイエースが倒れる。よしよしよし、くっついた、まだくっついてないじゃん。よし、OK、これでいいだろう。くっついた、くっついたよね。よし、OK、こんな感じですね。でね、この線は細くて柔らかいので、まあこう引き回しがね結構楽ちんですよ。でしかも細いからこう隠しやすいよという感じですね。まあ根元からポッキリ曲げちゃったりするとね、やっぱり断線とかそういうのねあるんで、断線というよりも取れちゃうんだよね LED からっていうのがあるんで、まあ、それだけね気をつけて使えばいいんじゃないかなね。では早速ちょっとこれつけてみますか。よっと、ほらーかっこいいね。ちょっとこれ電気映像、こんな感じですね。フォグランプもついてね、ヘッドライトもついて OK です。まということで今度は、デコプリで一応補強しておこうかなと。さっき言ったみたいに若干ね、衝撃に弱いっていうところがあるので、こいつの上にこうねちょんちょんちょんとこうつけて置いてあげればいいでしょうと。ちょっと多めにつけておいてあげれば衝撃も緩和されるのではないかという感じですね。ちなみにこの LED ね赤と白と両方あるのでね、ウインカーの黄色はないけど、黄色というかオレンジというか、あれでも車種でも難しいからね、結構黄色く光るやつもあればオレンジっぽいやつもあるしみたいなさ、いろいろで、まあてな感じでございます。ふむふむ、うまくいったぞ。ちょっとお目目が汚れている。Ok.いいね。かっこいいね。まあもちろんね、ちょっと乾くのにね、瞬間はもうすでに乾いてると思うんですけれど、デコピリがね、乾くのにね、結構時間がかかるので、一旦ここでね、やめておいて、うわ、固まっちゃった。のんびりやっていきましょう。まああとここからね、ヘッドライトつけたりだとか、ヘッドライトのカバーだね、とかつけたり、いろいろやっていけば、もう完了かなって感じです。ということでね、今回はね、LED を仕込んでみました。いい感じですね。やっぱかっこいいな。 LED 仕込むとやっぱ違うよね。かっこいいよね。ハイエースに LED を光らせるのこれ似合うな。またかっこいいな。いいな。よし。ということで今日は LED の仕込みでございました。ではまた。